まにさペットボトルがたくさんあるハートありがとう。ペットボトル片付けられへん人います？ペットボトルって片付けれないですよね。そういうもんですよね。公演お疲れ様。今日も可愛かった？見つけたよ、ありがとう、ハートありがとう。ハートありがとう。あ、X あげたので皆さんコメント待ってます。いいねとコメント待ってます。お願いします。見ましたか？今日はね4枚写真載せたんですけど、たくさん写真撮ったので見てください。ご覧お疲れ様ありがとう。ハートありがとうありがとう。19待ってます。ハートありがとう。クッキーありがとう。こんばんは。チョコありがとう。サイリウムお疲れありがとう。チョコありがとう。わあ。ハートチョコじゃないクッキーありがとう。ハートチョコクッキーありがとう。あ、そうだ、5時販売が明日から始まります。明日の17時やっけ、なんか不思議な時間やった気がする。わ、待って目薬なくした。え、待って目薬なくしちゃった。最悪、絶対劇場に忘れてきたわ。え、終わった。普通に目薬ないと無理なんやけど。終わった大ワップ大ワップ大ワップ。明日も明後日も劇場ないので。あ、終わった。大ワップ大ワップ。おつきょうちゃん、おつきょうちゃんですないな、なくしちゃったよ。あれれ、悲しい。目薬ないの超無理なんですけど。悲しいとかそういう問題ではないな、これ。終わったです。おーアップ7時ね、7時から。不思議な時間帯からですけど、5時販売が始まるとのことで、その日程、開催の日程ごとにその締め切りの日程とかもそれぞれ違うと思うのでお気をつけください。もう好きなだけ会いに来てください。ハッピーターンの写真かわいい。よかったよかった。ハートありがとう。レインボースターありがとう。チョコありがとうなんかね最近ね、あの花粉飛んでる。ていうかそんなに花粉症じゃないねんけど最近は。でもなんか鼻がムズムズするなって思ってた。だから多分今日花粉飛んでると思う。そうだ、初回版もねゲット、ぜひ初回版 A、 初回 A もゲットぜひしてください。ハートありがとう。クッキーありがとう。花粉やんな絶対に。なんかくしゃみ出ずに出かけちゃう。なんかくしゃみ出そう
っていう感情に最近よくなるんですよ。それならくしゃみ出てほしい。くしゃみ出へんのにくしゃみ出そうになるのが一番嫌。ムズムズするから。くしゃみ出た方がすっきりするやん。今日もめっちゃあれやったわ、鼻ムズムズした。シャシャの配信が始まった。フェスリバイバル配信に上がってる。え、みお、あとありがとう。バチバチにかっこよかった。え、嬉しい。た今日もアーカイブ見ようと。好きと言えばよかった、心の中に用意していた言葉なのに。みんなコメント待ってるね。クッキーありがとう。そう、4日間連続やねん。16、17、18、19、知ってましたか。俺はね、16が時間がない、制服の目、あ違う、あそう制服の目で、18があゆきみ、17が制服の目で、あゆきみに時間がない。ハードですね、やっぱ時間がないじゃない、あの制服の目が入るとハードに思うな。あやがさ、お恥ずかしい。クッキーありがとう、チョコありがとう。心の中に用意していた、ハートありがとう。言葉なのに、クッキーありがとう。飛行機のラブレター、ありがとう。今日も可愛くてありがとうございます。今日も可愛い京ちゃんです。やばい、目薬欲しい。ハートありがとう。ハートクッキーありがとう。やっぴー、ハートありがとう。チョコじゃない、あチョコありがとう。そういえばやっと明日ですね、バレンタインデー。どうしよう、チョコ作りたい。固めるだけのやつ、溶かして固めて上にパラパラのせるやつ。でもなんか買いに行くのがめんどくさい。あのカップと上に乗せるパラパラと。チョコ、クッキーありがとう、出てくれて本当にありがとう。こちらこそでございます。なんかあの上に乗せるさ、あのシャカシャカ、つぶ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 さ、だってあれ絶対さ、なんか言うて100均に売ってるって言ってもさ、あの使い切らんやん多分絶対に。だからちょっともったいないなと思うのと、あのカップもあんまりその大量には食べへんから、全部使い切りはまず、ね、それカップは置いとけるか。そう、買い物がねちょっとめんどくさい。予約の時寒そうだって。そう、いつも寒いんですよ。ありがとう、また待ってます。パラパラ、つぶつぶ、シャカシャカのキラキラがね、ちょっと一種類だけ買えばいけるかな。でもね、カラフルな方が可愛いやん。ハートとかつぶつぶとか。クッキーありがとう。明日あったかい？今日もさ、めっちゃあったかかった。キュッピーは暑がりやし寒がり、まあ、でどちらかというと暑がり強めかな。めっちゃ暑がりです。だからね、今日ちょっと
急いでて早歩きしとってんけど、暑すぎて今日、まあ、無理やと思って、夏ってこれこんなんも比べ物にならんぐらい暑くなるから、なんかちょっとでも早歩きしたらもう汗かくやんか、もう汗かいたってなるからちょっと嫌やなと思った。汗かくのあんまり好きじゃない。クッキーありがとう。花粉ね、花粉やばそう。今日かもなんかあんまり花粉症ではなかったけど、今年の春の花粉にはちょっと引っかかってそうな感じがする。やたらとね鼻がムズムズします。ハートありがとう。目が痒くなるのが嫌ですよね。ライブマスターでちかこさんに頭ポンポンされるとこのファンです。今日かもあそこが嬉しくて楽しみに行ってます、いつも。握手会今度行く、やった、楽しみ、待ってるよ。いっぱい握手しようね。ハートクッキーありがとうねえ目薬欲しい。わっ8割が倒れてる。目薬欲しい。チョコありがとう。うん、メール送ろうと思ってた。目薬はねぶち込めばいいのよ。ピピと話すの緊張しそう。全然緊張しひんよ、キョウちゃんと話すの。大丈夫だ、いっぱいお話ししようね。クッキーありがとう。わクッキーありがとう。初めてメール届いた。おー、きょうちゃんからのメール受け取ってくれたの。うれちうれちですね。モバメ登録してしまった。嬉しい。可愛い写真たくさん送るのでお楽しみに。ラブレターハートありがとう。どうしよう、もうおやすみ。ハートありがとう。楽しかったですね。ハートありがとう。クッキーありがとう。はじけております。
クッキーありがとう。もう じゃあこれにしよう。ジャックの衣装であんまり写真撮ってなかったから珍しめなんですけどね。きょうちゃん最近ずっと赤色で嬉しい。なんか前紫も着たけど紫より赤の方が似合うような気がした。これで着たことあるな、紫と赤色だけで。ね、きょうちゃんって赤色地味に似合う、もしかして。クッキーありがとう。3月24日会いに行く。やったー、嬉しい。待ってるね、いっぱいお話ししよう。クッキーありがとう。わ、なにこれ、大好き、かわいい、ありがとう。チョコありがとう。だるま、ハート、クッキーありがとう。きょうちゃんすごかったって、さっきまで盛り上がった、嬉しい。また一緒に会いに来てください。今日も楽しかったです。旅立つ準備はできてるか。うん、おみくじ全然姫が出ない。うーん、おみくじっててかいつまでやってる感じなんやろ。難しいですね。ちょっとコメント読んでみます。旅立つ準備はできてるか。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんってでかじゃん。今日短パッツン、ハートチョコ、クッキーありがとう。90% まで、すごっ、強化よりいいやん。自分の方が、自分で自分の相性診断やっても低かったのに。クッキーありがとう。じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃん。ね、おみくじいつまでか踏めないやん。だから、いつまでやってるんやろ。きょうちゃん出ますように、みんなの元にきょうちゃん出てきますように。どのまだわからない、ちゃ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 、メンタルトレーニング。メンタル鍛えられる。
きょうちゃん、おみくじもバレンタインくじも電気だ、どういうこと、なんで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 、きょうちゃんもちゃんとあの提出したので絶対に出ますのできょうちゃん出るまで引いてみるか。チョコ、クッキー、ハート、ありがとう、サリムありがとう。きょうちゃんもしっかりとしっかりと提出したのでね、みんなの元に出ていきたいんですけどね、なかなか出てこないな、困ったな。おみくじ1日1回か、でもそれを楽しみに毎日過ごせるというメリットがあります。クッキーありがとう。 60% だった。きょうちゃんもそれぐらいでした。自分でやったのに難しい、あれ難しくない、なんかね、自分でやって思ってんけど、あれすごいややこしい回答にしてる、ほんまにごめん。なんかこれ正直3つとも正解じゃないみたいな感じの内容になってたから、あれはね、きょうちゃんがあれごめんなさい分かりにくかった、めっちゃ分かりにくいっていうか、なんかこれ答えになってるって思っちゃった。自分でも考えたんですけどね、自分で。でもちょっときょうちゃんちょっとあれなんで、なんか3つとも正解じゃねっていう回答にしてしまってた。チョコ、クッキーありがとう、会社困りました。明日が楽しみね、明日が楽しみに生きられる毎日。きょうちゃん出てこいって思いながら、まあきょうちゃんスペシャルハッピーキョッピー大吉なのでそう簡単には出ないっぽいですね。どれがあって誰が間違ってるか一緒から、え、難しい。きょうちゃんのクイズ、クイズまだあるんじゃない。きょうちゃんの相性 100% 出すためにエクセルでデータ化して3連休10時間ぐらい使う、すごくない。どう、それで 100% 出そう、ちゃんと頭良さそう。あのさ、てかさ、一個さ、めっちゃ思ったこと言っていい、あのみんな iPhone 使ってますか。携帯は乗るときあいと根性でスペシャルハッピーキョピー大吉出しますと、乗るときあいと根性があったら出る。あのね、こないだ多分話したと思うねんけど、アップデート勝手にされてて、でまあなんかで多分寝てる間にアップデートしてくれててんけど、アップデートされてなんかさ、目覚ましの音変わったくない？ iPhone 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 iPhone関西弁、何でも関西弁から、ね、目覚ましの音変わったやんか、なんかすごいさ緩やかな音になったやんか今日か、なんかそれのせいで最近寝起き悪い気がしてる。なんかいつも目覚ましなったらすぐに動き出せんねんけど、これに変わってからちょっと動くのめんどくさくなっちゃって、あと30分だけっていうのを毎日やっちゃってんねやんか、だから良くない気がしてる。だからね、あの自分で音変えれるから、そう変えれるから変えたらいいねんけど、変えるのめんどくさくて、変えれる、しかも好きな音楽にもできる。目覚ましも変わったし、通知音の違和感もすごい。通知音びっくりし、びっくりしてんけど、なんかもうピュンみたいなのだって、何って思ったら通知音でした、普通に。なんか今日がめっちゃ大量に目覚まし設定しとって、多分1分に1回ぐらいの小刻みに登録してるねんけど、それ全部音変えられて、なんかその編集ボタンみたいな、それでピョって変えれるならいいねんけど、できひんね、もう1回さ多分登録しないとあかんっぽくて、ちょっとめんどくさい。
1分ずつに登録するのもめちゃめちゃ手間暇かけてやったのに、これもう一回やらされるって思うと結構めんどくさいなと思って。目覚ましだけで起きれます。1個目で起きれる。スヌーズはね、あの気をつけた方がいい。あの止めちゃったら鳴ってくれへんから、だから止めちゃったのにもう一回寝るやん、普通に寝ちゃうやん。そういう時にスヌーズ鳴らんから、もう一個何分か後に目覚ましかけてなかったら終わるから、スムーズに甘えん方がいい。だからそうそうそう、終わりやから、もう2分とか1分とかで刻み刻みにかけた方がいい。めっちゃ連チャンでアラームかけてんで、今日かもう毎日10個以上アラームかけてる。そう、スヌーズは甘えです。甘えというか気をつけた方がいい。普通に余裕で裏切ってくるから、スヌーズはほんまに余裕で裏切ってくるから、ほんまに気をつけた方がいい。言ってよって、もうしつこく言ってよってなるから、絶対に。だからね、スヌーズに甘えずに何個も掲げた方がいいです。目覚ましはチョコありがとう。まあ一発目で起きたらそんなことにはならへんねんけどな。クッキーありがとう。寝過ごしたことない、そんなない。なんか起きれる、普通に3分間隔1分だな今日が。1分ごととか。チョコありがとう。ジェラシー目覚ましにするのめっちゃ怖そう。最初のなんかボーンみたいなあの音怖そう。クッキーありがとう。でもね、好きな音楽で目覚めたら毎日気分がいいんじゃないかなって思って、まあ、昔今日かも中学校ぐらいの時に好きな音楽を設定してて目覚ましに。でもほんまに嫌いになるからやめた方がいいと思う。だから別に好きでもないし嫌いでもないけど、テンション上がる音楽ってあるやん、そういうのを目覚ましにするのはいいかもしれへんけど、あの好きな音楽はちょっとほんまにやめといた方がいいと思う。それ気分悪くなる。じゃあなんかすごいそれで目覚まって、多分1日2日目ぐらいは全然余裕、うわっめっちゃいいこれ、最高ノリノリ今日も頑張ろうってなるねんけど、やりすぎると飽きるから、まあ、ちょっとずつ変えたらいいかな。気分良くなりすぎて逆に起きれへん。なるほどね。でも超アゲアゲな曲にしたらいけんじゃない。ヤッホー、コメント待ってます。そう、なんか目覚ましにかしてて、でもうずっとやっててでやめて、で久々に聞いた時その音楽を、もう目覚ましの音でしかないから、目覚ましの音やってなる。しかもなんか中学校の時自分がそのヒップホップの曲を、中学校かな高校かな忘れたけど、あのヒップホップの音楽をずっと目覚ましにしてて、でもめちゃめちゃうるさいやつやったんですよ。だからめっちゃママが嫌がってた。普通に車とかでかけてもなんかちょっと嫌そうにしてたような気がするな。それ本気の時に気づけへんくなっちゃいそう。怖
怖い音嫌だな。怖い音で起きるのめっちゃ気分悪いくない？なんかたまにさ間違えて目覚まし思ってた音と違う音で前設定してたっぽくて、なんかめっちゃ怖くて音がめっちゃ気分悪かった。何って思って起きたら目覚ましで、いや目覚ましかよってなった記憶がある。クッキーありがとう。確かに寝坊するよりかは全然いいかも。起きれたら正直何でもいいもんな。なんかありえんぐらいゴリゴリの曲で毎朝起きてて、なんかその時はあんまり何も考えてなくて普通に好きな曲やからテンション上がるからこれ目覚ましにしちゃおうみたいなノリで一個ね設定してたんですけど、よく考えたら後から考えたらなんかありえん曲を朝からかけてると思ってめっちゃじわじわ来てた。一かちよくわからん曲をね目覚ましにしてました。ハートありがとう。もうだけど今はずっと iPhone の目覚まし時計使ってる。生誕くじのさ景品にきょうちゃんの目覚ましだったら嬉しいの。あれどんな感じなんやろ、全然完成形が分からんからどんな感じか全然分からへんねんけど。チョコありがとう。でもさそれでさ毎朝きょうちゃんの目覚まし時計で使ってさきょうちゃんの声嫌いになられたら困るな。好きな音楽は絶対に嫌いになっちゃうから、絶対みんな嫌いになるわ。やめとこう目覚まし時計。京香が起きろよって言ってる声聞いてみんな毎朝起きて、でもうるさすぎて嫌いになられたら困る。可能と、へえそうなんや。ならへん、起きろって毎日言われたらほんまに。シャーシャーの声確かに嫌いならんわ絶対に、とか言って分からんでそんなでも絶対起きられへんくない、あの目覚ましって。どうする、なんか ASMR ぐらいさそのきょうちゃんの目覚ましっつってさ楽しみに、じゃあ明日の朝これで起きようって言って設定して寝て起きてさ朝目覚ましなったと思ったらさみたいなんでさ起きれへんかったらどうする。そうきょうちゃんのせいになる。バラありがとう。起きろーっていうか音楽寝るときに流すメタル、え寝るときに、すごい。今日もありがとう。クッキーじゃないだるまありがとう。そのまま気分良くて寝てしまいそうあかんやで。人をダメにする目覚まし、人をダメにする目覚ましめっちゃ良くないきょうちゃんチョコありがとう。おはよう、朝だけどいつも頑張ってるからもう一回寝てもいいよ、おやすみなさい。これを目覚ましボイスにする。でもうみんなダメになる、毎日起きれなくて人をダメにする目覚ましどうこれ。猫お腹すいた時起こしに行きます、朝5時に。まあ可愛いから許しちゃう。猫たんほっちそう人をダメにする目覚まし。ハートありがとう。まだ寝てもいいよ、きょうちゃんが許すっていう無責任に目覚まし、目覚まし欲しいな確かに。
確かに目覚まし欲しい気がした。推しメンの名前呼ばれたくない。でも名前呼んでほしい。きょうちゃん、きょうちゃん朝だよ、起きて、今日も頑張ってねって言われたいな。興味深い、ハートありがとう。責任取って養ってください。責任は取りません、責任は取りませんでして、自己責任でして。やっぱ目覚ましって嬉しいんかな。目覚ましちょっとありかもしれへんな。ちょっとやっぱ今日がね、需要がわかるんですよ、オタクなので。みんなと同じ気持ちで考えれるから、だから推しメンのことを考えて何もらえたら嬉しいか考えたらいいか。でもグッズ考えるのにさ、あれが欲しい、アップルペンシル。あとありがとう。やっぱボイスっていいよな、ボイス、きょうちゃんボイス。あとありがとう。メール来た、よかったよかった。ハート、空気ありがとう。そう、みんなと同じ気持ちで考えれますので。うん、動画、メッセージ動画、やっぱ名前呼ばれたい。確かに声が聞きたい、顔が見たい、そんな要望に答えてあげましょう。ハートありがとう。目覚ましボイスいいね。音符、ハート、ハートありがとう。ハートありがとう。でもやっぱお手紙は嬉しいですよね。お手紙超嬉しくない？お手紙欲しい。やったー、チョコハートありがとう。でも推しメンの描いた絵とかなんかそういうののステッカーも欲しいし、でもチェキも欲しいし、持ち運びたいから。ハート、空気ありがとう。で目覚ましボイスも欲しいし、お手紙いいよね。チョコハートありがとう。今日見てしまった。おー、どうだった？去年のアクキーね、アクキーいい感じ。サイズ感もめっちゃいい。だからね、全身写真撮っとかないと。そうだ、最近衣装で全身写真撮ってないからな。そうだ、アクキー作りたいから全身写真が欲しいのよね。ハートありがとう。息ができてません、大丈夫か。寒ひと夏のダイアリー。ハート、フッキーありがとう。シャ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 、ハートありがとう。うわ、もこもこ棒ね、上半身しかないけど。だるま、空気ありがとう。
夕日に向かって走りたい。新しい目が痛い。現地の時間がないわ、やばい。間違いない。今日がもうね、見たいよ現地で。でも出たい、絶対に出たい、だけど見たいみたいな。難しい。もう今日が次、時間がない公演現地で見れるのなんてもういつあるんかなって感じじゃない。いつか見たいな。超可愛くない？ちょっと待って、なんかもうさ、毎日可愛い。当たり前やけど、毎日世界一可愛い。早く会いたいな。レインボースターありがとう。かわいい。シャシャンシャシャン、かわいいね。あの重低音が超いい。あの花道に行ったらめっちゃ重低音感じれてめっちゃ楽しかった。私感動したもん、初めてあのゲネプロで見た時に。ほんまにすごくて、可愛いでしょ。そう、ステージ立ってるから見れない。僕らをつなぐもの、泣きそうになる。てかあの最後の曲って全部いい、よくて好き。空気ありがとうね。時間がない公園来てね。今のこれ好き。見た？あ、見てないか。キヨちゃん見てるもんない。この前髪を分ける仕草いいですね、とっても。髪をかき上げる仕草、私の好きな仕草、髪をかき上げる仕草です。シャーシャーがね。シャーシャーに限る。キョウちゃん見てます。ですよね。今日ね、あのマネージャーさんともね、シャーシャーのアメピーが本当に最強でしたねっていう話をねちょっとしました。結構熱く語りました。結構な熱量で言ったんですけど、ちゃんと聞いてくださいました。よかった。本当によかったですよねっていうぐらい言ったんですけど、聞いてくれました。そう、きょうちゃんも前髪使うないバージョンもやりたい。まだキャッピーが見てるよ。かわいい。今日でもね、ゆきさんの配信ね、あの公演終わってなんかあれなんですよ、お家ついてないのに始めちゃったからね、ちゃんと見れへんかった、寂しかった。乙女ちゃん、顔が可愛い、顔が可愛い。
ん近い、かわいい、おとみちゃん、かわいい。かわいい。おとみちゃん、おとみちゃんはあのいつも返事するのがかわいい。シルクさんはいつもそこにいるね。シャシャン。研究生の制服が良すぎる。嬉しい。いっぱい見に来てね。だってシャーシャンが世界一可愛いんだもの。ダナも。ダナも。そう。シャーシャン見てる、キョウちゃんを見てるみんなみたいな。クッキーありがとう。え、そう、シャーシャンに告白のバレンタインあげたいんですけど。明日会えないずら。かわいい写真。そう、バレンタインに会えないから悲しいですね。告白、告白のバレンタイン、あの本命チョコ渡したかったんですけど、本命チョコ渡すことができない。悲しい本当に。幸せになるよ。ありがとう、ほんまに幸せになる。このシェスの前髪、前髪を切る仕草がとてもいいですね。惚れ惚れとする。そうですよ。全部チクられてる。全部チクられるっす。かわいいシャシャン。早く会いたいな、マイプリンセス。マイプリンセス。ピュ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 。キョウちゃんのパフォーマンスでないと満足できんくなっちゃった。嬉しい。もっといっぱい見てもらえるように頑張ります。ハートありがとう。コラボ配信しなきゃねって言ってた。ちょっとほんまに。どんなことになってしまうやら。最近手繋いないで寂しいって。そう、あのアメピやりたいですって、シャイシャンと一緒にアメピやりたいですよって言ってきたんで、いつか やらせてください、やらせてください、お願いしますってぐらいの感じ。マイプリンセス。そう、最近ね、あのシャーシャンと手つなげてないから悲しい。シャーシャンとあの隙間から出てきて一緒にで、ずっと手つないで、その後もでずっと手をつないで、あとロープもつなげるっていうあのポジションがね、めっちゃ幸せやった。絶対に世界一かわいい。シャンシャンとお示しは、これは絶対にやります。これ言霊なんで。手綱という名のステイベ。間違いないな、それ間違いない。スペイベです。ウィンブルドンあったから、アメピもいつか来るやろってね。アメピほんまにやりたい、お願いします。アメピやりたい。
クッキーありがとう。スペインペです。会いたいよ、シャーシャーに会いたい。シャーシャーどこ、シャーシャーどこ。でも聞いて、前回の時間がない公演から会えてないんですけど、10日間空いてたんですね。そう、多分10日後ぐらいで、もう全然会えれへん、まだまだやって思ってたんですけど、もう気づいたらあと2日、3日とか。でもあと2回3回寝たら会える。だからその3日か、あと3日で会える。よく頑張った。こうしてね、日々を乗り越えてシャーシャーに会える日が近づいてきて本当に嬉しい。ウッキーありがとう。お示しやるからね。そう、シャシャン東国会ある期間中の我々的な思考、みんなも楽しみに待ってくれてる。ふきありがとう。シャーシャン追いかけたいな。シャーシャンと2人のユニットをするのが夢です。シャーシャンに片思いするあの曲やりたい。ハートありがとう。シャーシャンのリターンマッチみたいな。シャーシャンのリターンマッチの亡霊オタクさんいますか。シャーシャンのリターンマッチほんまに姫で大好きでした。そう、お示し、お示しです。お示しがしたいです。よろしくお願いします。ノーさん、シャーシャーのリターン待ち目の前で見た。ほんまに羨ましい、ほんまに羨ましい。今日がベル公演大好きで、ずっとアーカイブ配信されるたびに見てた。だけどあれ結構今日か入ってそんなめっちゃ立ってたわけでもなかったから、あんまなんか何が何か分かってなくて、あんまなんか何が何か分かってなかったんですけど、好きでめっちゃ、だからめっちゃ見に行きたいなってずっと思ってたんだけど、いつの間にかその新公演で終わっちゃって、結局見に行けへんかってんな。行きたかったな。シャーシャンがちめに15分だけコラボ配信できないって聞いた。やりたい、やりたい、やりたいです。やらせてください、お願いします。やれお願いします、やらせてください。シャーシャー、コラボ配信ってやっていいかな、分からんけど。幸せなら OK ですって感じやな、絶対な。やらせてください。かわいい、シャーシャン、シャーシャンかわいい。やっていいんだよ、言ったで、知らんで、ほんま。クッキーありがとう。かわいい、シャーシャン紐で遊んでる。許可もあります、許可もあります、許
の日もある。乙女しゃーん乙女しゃーん乙女しゃーん、え、かわいい。乙女しゃんのお手手、乙女さんのお手手かわいい。いやー、かわいい乙女さん、え、かわいい。うん、え、待って、どうしよう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 、え、待って、わからないけど、コラボの申請どうやってくんの、どうやってどうやって、招待、招待って何、シャーじゃない、招待ん、これ、あー、これね、リクエストありませんって書いてる。ハス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 、シャーシャンがわざわざ来て、キョウちゃんのとこに来てくれるの、キョウちゃんが迎えに行くよ。あ、おでも一回来た方がいいの、ちょっと待ってくれ、おでも一回来た方がいいのかな、ハスハス来たら、多分来たらいいの、きょうちゃんも切らなきゃダメ、バイバーイ。